とるんやからチャンネル始まるよ。どうぞ。今回はなんと D とアニートでフリートークしたいと思います。それではレッツパープル。それからですよ。夜自分のところのミルキと、1時間おきにこう周りを見て回らないやつ。ああ、その、ね、近所。そうそう。昼間はいいよね。うん、昼間は周りいっぱいおるけど、うん、夜も24時間。うん、交代で。交代で。うん、俺は何も持ってないよ。この懐中電灯のこの長いやつがあるんですよ。うん、はいはい。まあ肩らよけるような小ぐら、はい、長いのが。こんな重たいのが。サバイバル用みたいなやつ。そうそうそう。ぼ、うん、そんな、ほんと、そんなことは死ぬような顔、うん、初めて見たんですよ。懐中電灯。それ、2本持って、うん、外回るんですよ。ね、横断時して、その時は2人やけど、もうそれは外回りは2人1人で回るんですか。うん、鍵かけてね、はい、うん、外出ていくで、出て2人で回るんで、車があったらその懐中電灯照らせっちゅうなる。ああ、もう全部確認しろになるわけですよね。そう、そう、ヒットマンかもしれんみたいな。そう、どう思います？どう思う？いや、それ真面目にできんすよね。いや、最初のねその時ね、事務局長に言うんよね。とりあえずじゃんけんしようかと、はい、ね、めっちゃね、いや、これ実際の話だけ、俺最初負けたんよ。じゃんけん負けた、負けたんよ、はい、もう頼むけ、車ないでくれと思うよね。いや、車があって照らしてどうなるの俺、うん、もし相手が本当に来とったら狙いに、まあ、ね、もうアピールしそうですもん ね、私はここです。照らして、これ照らして、もし相手が来とったら俺たちどうなるんですか。そのまま撃たれるやろね、普通にね。いや、俺たちはボディーガードやけ、上の方を守ってするんだったら撃たれてみる、うん、これ撃たれたらただのバカどうなるんで。いや、でもこうちゃんこ来たわけでしょ、防弾チョッキは。うん、活用しろっちゅう話なんですよね、それ。照らすときものすごい気持ち悪いね。まあそうですよね。照らしていいかもわからんし、誰も乗ってないかもしれんし、二択っすもん。二択っちゅうか、もし乗っとどうするの。まあこうですよね。だけどね、それでうわ負けたやつってやから、もうあったよね。そーっとドキドキするよね。誰も乗ってなかったし、まあ、次も違うやん、うん、でもね、これ人間って面白いよね。また1時間おきに回らなきゃいけない、うん、家の周りだけでいいわけよ。もっそい広い家よね。それ毎回じゃんけんするで、先に次がもう、まあ、会った時は、はい、次はもうなかったら、うん、もう次やけ、はい、で次でも1時間おきやったらまたあったら、今度はもうこれ一件しとるけ、はい、次やけ。ああ、車があったらいけない。そうそうそう。車があったら照らしてみられないけない。なかったらもう、もうただ継続継続。ああ、この人、ああ次、事務局長。はい、ね、でもね、これずっと回れたら、だんだん慣れてきたら、はい、もうデタラメ、後ろからこう防弾チョッキ、はい、防弾チョッキの威力を試そうと思って、はい、その懐中電灯で俺の背中ついてきたんちゃう。ドーンってから。もう遊びになって。遊びになって。びっくりしたんよ。秋とですね、もう見回りに。もう、なんかそれ面白ないよ。まあ静かやし。ゆっくり回ってね。ほんだら、もう今度会ったら、車があったら、俺が先行くってなりますからね、これ。あ、もう逆に。逆に。ちょっともう。もうなんかね、そのスリルがものすごいね。楽しみが。楽しみだって。あれ、ほんと不思議やったね。もう、いや、じゃんけんね、俺が行くよ、俺が行くよ。ほんと、もう俺も、あれやめたで、俺が、はい、どうぞじゃないよ。もう率先して。率先して。でも、そんな、事務局長とかに、じゃあ、じゃんけんで決めましょうよって、いいよって言うんですね。そう。いや、なんかもうちょっとなんかあれがあるんかなって思うけど、そういうところは、いいよになるんですか、すんなり。そう、それはもう勝負やから。まあそこはまた勝負っていうところで男が出るわけですよね。そうそうそう。
不思議やったね。もう何回もしよったら1時間おきやけ。ね、夜暗くなったら1時間おきよ。だからね、夜中の2時ぐらいって2人で回りよったら、うん、1台車がじゅわーっと上がってたんですよ、坂道を。それもずっと俺たちあのパトカーとか覆面をすぐ分かるの、うん、あの動きでこれ警察じゃないよって、うん、じゅわーっとセルシオが、はいはい、またなかなかな車がだドワーッと窓が開いたんですよ、すっごい海のバーッと開いて、お疲れさんついたってやめてくれんですかって他の組織の頭がお疲れさん、ね、本当に周りを見に来たの1時間おきに見回りの見回り見回りの見回りでたらめな頭ちゃんとワードしたいでしょって言うたもじゅわーって、でもよう分かったねっていや動きがね分かるんだ、パトカーとかあの警察の車両とか、うん、まあまあありますよね、うん、その癖っていうかでたらめ。そんなこんなを、その何日間ぐらいするの？終わるまで。もうそれ終わりは誰が終わりっていう？まだ先やるんですよ。ほんだらね、一回ね、あのまた回るときにバンが上がってきたよ、黒の。ああ。ぶわっと降りてきたよ、ドドッときて。見えさよ。これも来たなと思ったら、警察官。本気の人です。あ、警察官は。はあ、警察。丸棒。通報かなんか。マルボは見に来た。迷彩服よ。お前らデカラメやがった俺。マルボが迷彩服と。迷惑しょって。スワット的な感じ。そうスワットじゃないけど。スワットじゃない。お前なんでお前迷彩服着ようやって言うてんけ。自衛隊的な感じ。デカラメ。警察の人間が迷彩服着るっていうイメージないですね。ないやろ。だってこれたちはだけ特殊部隊やないけど。分からんことに見回りしようやだけで、あの遊撃隊みたいな形で、ほんほんほん俺出てきてこれわっともだもんね一瞬、それでなんその来て丸坊は元気してますかって見回ってますかってもう情報入ったよ、うん、1時間後に見回りしようっちゅうのが、まあ、大丈夫ですかそう危ないですからお前迷彩服出てくんなちょれ言うてんやけそれ一瞬びっくりしたもんねブワーッと3人ぐらい出てきたときそれまた勢いよく出てくるんでしょうね、そしたらブワーッと降りてきた、あ、これはもうあのバンやけ、黒のこれ楽しいのでしょうね、多分いや、構想とかね、あるやん、はい、V シネマで、ね、黒のバーッて出てから全くそんなんで上がってたけもう分かるやん、形でから暗いでもまだデタラメするねってから面白がっちょろがってからであ、自分でも初めてですからとか言うだけちょっとワクワクしたでしょうね。そう。ほんとの。それから、おいらさんが言うとき俺が運転して、もうそっちはもういっぱいつける大嫌いやけ。ああ、うん、周りを取り巻きだ。ほんで、俺が警棒を後ろにケツに刺して、うん、もうこのチャカなんか持って回らないけね。ほ、うんで、もうその時当時寒いかなんかしよったね。俺、うん、はもう、すぐでも動けるな。ジャーリーみたいに来て、はい、で、ある組事務所に行った時に、まあ、機動隊が立っとるわね、パーッと、はい、で、ボディチェックされるのよ、ね、パパッって、若い子やった、はい、で、ここで、パーッと上がる時に、俺がポッとこう、警棒を出したら、はい、あ入った時は書いてあるけど、はい、お前、警棒も一応、逮捕のあれになるんだって言われたよ、はい、あ、そうですか、しまへんさっき、でも、あいつらバカやろって言うの、はい、機動隊に背中まで触られたじゃん、はい、バーッとこう前に触って、はい、なんかこう一応こうしてますよ雰囲気だけ、そう雰囲気だけこんな看板あれ持ってからこう盾持ってくれたじゃん、ほんとこうしてからそしたらその本屋さんがこれも大体言うと腹から警棒出た時ブコッと俺階段どれだけ笑ったもんねあのバカがって言うだけですごいなってでもずっとね察知が歩くんよ宝チャンネル、ご意見、ご要望はコメントコーナーまでよろしくお願いします。